GPS マップユーザー登録についてご案内いたします。ご利用サービス管理サイトへログインします。ユーザー管理をクリックします。ユーザー登録をクリックします。カテゴリ欄プルダウンから KDDI サービスを選択します。サービス選択欄プルダウンから GPS マップを選択します。確定をクリックします。メンバー ID 欄を入力します。入力がない場合、自動的にメンバー ID が割り振られます。氏名欄を入力します。携帯電話番号1欄を入力します。必須入力の表示はありませんが、必ず入力が必要です。携帯メールアドレス1欄を入力します。必須入力の表示はありませんが、必ず入力が必要です。携帯電話番号欄から携帯電話番号1を選択します。メンバー名欄を入力します。アイコン ID 欄の Z ボタンをクリックします。アイコン ID 一覧からアイコンを選択します。設定をクリックします。登録内容を確認し、確定をクリックします。ユーザー登録が完了しました。続いて、登録情報の確認作業についてご案内いたします。検索をクリックします。検索キーを入力します。検索をクリックします。ユーザー情報の登録内容が確認できます。以上で手続きは終了です。